しーのくんチャンネル。はい、おはようございます、しーのです。今日はですね、また、長良洗車さんの溶剤を使って、このフロントガラスの油膜を取ってですね、撥水を、新たにね、施工するという動画を撮ってみたいと思います。ここ最近、普通に窓はね、ウィンドウは洗うんですけれど、鱗除去だとかそういうね、水垢まで真剣に、取ってなかったでした。今回どのぐらいその水垢が残っているのかね、そういったのも見ながら、きれいに、この溶剤を使ってですね、洗って、クリアにしてみたいと思います。その前にね、フロントガラス真ん中からマスキングをかけて水垢が除去できているのかっていうところもね、見ながら検証していきたいと思います。まずは付属のポリッシャーですね。これ思い切り濡らしていきます。一度でね、ギュッと絞ってから、溶剤をかけるということになりますね。はい、こちらにですね塗っていきたいと思います。こんな感じですね。行ってきましたね。サンハウスのようにスライドで口ずさめばどでかい狼のような悪魔が吠える。お前の望むような力を手にしたけりゃその命半分と Don't you wanna deal with me baby。 お前との取引で失った魂を行き場のない墓地から救い上げるのさ。はい、縦にねガラスポリッシュを2本引いたんですけど、この2本分で、半分ですね、これのヌメヌメ鱗みたいのがね、取れたと思います。最初はね変な弾きがあってそれをきれいに取り除くような形でやってたんですけど、ほぼほぼそれがこちらしがね取れましたんでね。はい、左が成功しましたんでね、こちらの方一回ちょっと水流してどんな感じで、取れてるのかね、見てみましょう。お前の壊れた
はい、次にですね、こちらのですね、これ何かっていうとですね、ダイソーでこのヘッドノズルを買ってきたんですよ。これペットボトルね。これにこのシャンプーね、長野さんのシャンプーを入れて寄縮して泡泡洗車になると。前回ね、コーナーさんのやつで失敗した。今回これでね、自作のね100均の泡泡、噴霧器こちら作ったんでね、これもう一回ね復活させてみて、試したいと思います。いい感じの泡出ますよこれ100均で。今日はね窓だけなんで2杯で、どうしようかな、500ミリも作ればいいかなと思ってます。じゃあ早速ちょっとね入れてみたいと思いますね。この街が嫌いなの、君が言うバスに乗る、もう一度全てやり直したいのよ。あの街も嫌いなの、君は言うどこへ行く、本当の自分しか忘れ見つけるのよ。自分らしい力もね、映してみましょうね。ほら、すんごい完璧に撮れますね、綺麗に。ほら、こっちはこんな感じですね。若いのに物知りね、褒められて。はい、次にですね、スプラッシュリムーバー、こちらの方施工していきたいと思いますね。で、またですね、アプリケーターがね2つついてたんで、もう1つのアプリケーターの四隅に塗って施工していくという流れになります、ね、こちらね四隅に塗って施工するという形ですね。そして付属の紫のファイバークロスで拭き上げるで完成になる予定です。同じく半分下側もねやっていきたいと思います。8プッシュしました。ではマスキングをね外して検証してみたいと思います。はい、それでは水をねかけてみたいと思います。霧状ですね。マスキングして映ってる左側が施工した方、右側が
以前からのもの。多分ね、これで分かりやすいと思いますね。向こうとね、結婚した方と結婚してない方、ほらほら、これね。で、結婚した方はちょっとね、ほら流れていくんですよね。だけど向こう側は流れるんだけれど、水玉が残ってゆっくり落ちてって、最後も結局は落ちきらないで残っちゃうっていう状況ですね。なかなかいいんじゃないですかね。